皆さん、こんにちは。えー、桜井マンハイトです。えー、っとですね、今度のね、えー、土曜日かな。えー、っと、格闘代理戦争をね。これ生放送でやるんだけれどもね、えー、今度の土曜日にねやる、やるということで、まあ,あの、なんだ、試合の予想、試合の予想をね、勝敗予想をちょっとやってみたいなと思ってます。ね、まあ、こんなような大会予、ね、想になってますね。こんなようなね、大会予想になってますね。で、えー、っと、1回戦が、 1> えー、第1試合ね第1試合1回戦じゃない失礼しました、えー、第1試合、えー、石浦石浦推薦ねのガルちゃん対古瀬青木推薦の古瀬水木ねまあこれはまあ古瀬かなこれはうん古瀬がまあどういうふうに、まあ、腕十字かな腕十字で勝つかなうんねまあガルちゃん勝ったとしてもこの次の大会からたあの階級がまたさらに下がるらしいんで まあ体重落とせないと思う。ね。もう、だからこれは結局、まあもしも本当その話が本当だったらば、あのー、もう初めからね、ガルちゃんはもう勝つというふうな名目にはね、なかなかなってないような気がしますね。大会側の意向的にね。まあ、古瀬がまあガチの中で、まあ腕十字で勝つんじゃないかなと思います。で、まあクレイジー、第2試合、クレイジー B 推薦ね、愛選手対、えー、ビビメイ。 推薦のね、上野水木選手ね。まあ、これは、アイ選手勝つね。うん。何で勝つか。うん、まあ、塩漬け判定か、タックルでテイクダウン、テイクダウン、テイクダウンして。まあ、それか、まあ、パウンドで KO か、まあ、チョークスリーパーでね。マウント取って、パウンド打ったところ上野水木選手が下を向いて、アイ選手がチョークスリーパーで1本取ると。まあ、いうふうに、まあ、予想しますね。 うん、ちょっと上野瑞稀選手ね、今のさっきの,の映像を見せてもらったんだけれどもね、ちょっとやっぱりまだまだこれからかなというのをちょっと感じました。うん、まだこれからじゃないかなと思いますね。で、えー、佐藤瑠美奈選手、選手推薦ね、三、え、桜、ーえー、選手ね、三桜選手対、えー、梅原選手ね、第3試合。まあ、これはいい勝負だね。うん、これはいい勝負だね。まあ、 ここは結構接戦になると思うけれども、まあ、ミオ選手かな、と思い、まあ、あのー、映像見ただけなんで、ちょっとの、まあ、梅原選手ね、もうちょっと本当は上手いのかもしれない。うん。だけれども、あの、あれを、あの映像見ただけで予測すると、ミオ選手が、まあ、勝つかな、判定だと思う、これは。うん まあ美桜選手、ね、あの打撃はすごい上手ね、レスリングもすごいいいと思うけれども、崩た人がうまいけどね、まあ、ね、寝技がね、まだできないからね、でも梅原選手は、そこまで打撃は上手じゃないかもしれないけれども、まあ、これ見ただけですから、ちょっとわからないけどね、まあ、でも、まあ、そそなく全部こなせるんだけれども、まあ、なかなか美桜選手に入っていけないかなと、打撃に。う と思いました、まあなんだかんだ判定で美桜選手が、まあ、判定勝ちというふうに見ます。うん、で,でいよいよ、ね、メイン第4試合、ね、平田き選手対、えー、秋山のところのねハテナハテナハテナ選手、うん、これは皆さんねどう考えてもね分かるでしょ、ね、もちろん、ね、我が、えー、平田き選手のね、えー、パンチの KO、ね、もしくは、えー、チョークスリーパー。 ね、でいよいよね今度土曜日のね本当の生放送でやるということでねあのまあ私もねその会場に行きますのでね楽しみにしてますので、ね、皆さんも応援してくださいねうん本当にこれね一回戦はね考えてこう組んだみたいなか、ね、組み合わせになってますね本当に実力があんまりこう開かないような組み合わせになってるうん。 2回戦からはく,、ね、くじ引きになるという話まああくまでこれね話なんでまあ噂ですけどもねまあどうなってるかわからないけど階級も変わるらしい、ね、まあそういうようなねあのまだ決まってはないですよまあそういうような話が出てるということです。うんね、はいじゃあ皆さんまたね。